おはようございます。本日は富山県高岡市にやってまいりました。こちらのお店 DSG アリーナ高岡店さんでございます。今日は久しぶりの富山実践、そして初めてお邪魔するこちら DSG アリーナ高岡店さんなんですけれども、実はですね、今日は整理券番号こちらです、108番なんですけど、なんともう整理券の方が300枚以上配布されているということですので、開店からかなりの高稼働が見込めるんじゃないかと思っております。さあそれでは入場です。行ってきます。あ、はい、よろしくお願いします。さあやってきました。おはようございます。おはようございます。スロットコーナーまず入って台を押さえないといけませんね。画廊伝説行きましょうか。画廊伝説プレミアム、画廊伝説プレミアムを押さえます。とりあえず行きます。さあ朝一はまずリセットからの天国期待しましょう。377ゲーム、もう600枚使ってますから、そろそろ初当たりが欲しいです。あ、ノックアウトモードに行きました。ガローラッシュのチャンス、ノックアウトモードです。さあここは15ゲーム間の、あ、ピントミラー、これで1回目の当たりとなりそうです。ジャックテリーですけど、これで間違いないでしょう。いいですね、チャンスゾーンでこれだけリアヤスが引けるというのは気持ちがいいものです。383ゲーム投資600枚から今日1回目の AT ガローラッシュ当選でございます。やっぱりノックアウトボードは熱いですね。金文字出てますけど、これただのスリートポイント1ポイントじゃなさそうです。1ポイント、あ、バトル行きましたね。それでは今のジャッジからバトル、さらにここは上乗せるチャンスです。いいですね、1セット目でいきなりゲーム数の上乗せ。まずはここで20ゲームをゲットです。そしてヒートゲージ4ポイント目、結構1セット目いい感じで来てます。来てます。さあいきなりこれでヒートマックスセットの差でございます。かなり速いペースで7ポイント貯めました。残りは35ゲームあります。1セット目、本日1回目のガロラッシュ4セットですね。獲得枚数は462枚という結果でございました。
スロンってやつ、そして北斗先生のコーナーですね。こちらが総点数ワンボックス。まだ開店してそんな時間経ってないですからね。在住以上のお客様が店内にいらっしゃって盛り上がっております。ティータイム。今度はバトルモードですね。持ち込みはまだ700枚弱あると思います。次回予告、バトルモードの次回予告、珍しいですね。さあバトルモード中にフェイタルフューリー、ドキドキのフェイタルフューリーです。ですからね、ファイナルインパクトはなかったですけど、160ゲーム本日3回目のガロラス当選となります。参ります。いやー、50パーですけどドキドキしますよね、ファイナルクール。100枚で終了です。あっけない大聖堂、それからノックアウトモードという流れが今日は非常に多いです。いけるでしょうか。さあここでガロータウスは超帝王モードに突入です。249ゲーム、帝王モードスルー、これくるティータイム。今日は石川県野々市市にあります DSG ワールドお清塚店さん、今日は朝9時の整理券配布、選択順で配布があるんですけど、すでに多くのお客様並ばれてます。さあ今日は初実践となるこちら DSG ワールドお清塚店さん、どんなお店なのか楽しみですね。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。はい、というわけで今日は先着順での整理券配布、入場順はこちら57番目の入場になります。おはようございます。よろしくお願いします。さあやってきました、 DSG ワールドお清塚店さん初実践のホールです。あ、広いですね。綺麗なお店です。アナザーゴッドハーデス行きます。それでは早速打っていきたいと思います。よろしくお願いします。朝一ゴッド久しぶりです。さあ次のゲームでキダナが備えば、キダナ4連からのゴッドゲーム当選です。初当たりとなるか。残念。ヒロチ。もう1個。450枚から今日1回目のジャッジメントゲットになります。いきます。まずはテルメロスですね。まあお約束のテルメロスと、まずは70ゲームのボットゲーム、今日最初の演出となります。
ましょうかね。獲得枚数は276枚という結果でした。朝から非常に並びも多かったですが、もうご覧の通りこちらがバジルスキの銀座のコーナー、そしてその奥が商店2ですね。でこちらもですね、かなり早い時間から盛り上がってます。バクロスクロンティア2にモンスターハンター、そしてあスロット人が入ってますね。スロットコーナーだけじゃなくてパチンココーナーもですね結構にぎわってます。ご覧いただけます、あちらが1円パチンココーナーになるんですけれども、かなりお客様座られてますよね。こういった感じでスロットコーナーだけじゃなくパチンココーナーもかなり早い時間からお客様が集まられております。人気の高いホールですね。今この603ゲームの台ですね、開きましたので移動してきました。もうやはり当たりまで追うつもりですし、天井まで回す覚悟で打ってますので、だったらちょっとでも天井に近い方がいいんじゃないかと。603ゲーム、あと1000ゲーム回せば天井にはいけるので。当たってるようですね、多分さっきのフルトス2個前のチャンピオンからでしょう。2000枚、この台での投資が900枚ですね。できます。大事なのはここからです。あ、こんな時にプレミアムオブハードしても来てくれれば助かります。助かってますけど、3回目のハッピータイムもバイバイチャンスには入れられず、
3348枚です。ここで2セット目突入です。これは助かりました。1ゲーム目のレア役。さあこれで3回目のハッピータイムは2セット目突入となります。今度はバイバイチャンス、攻めて1回ぐらいは入れとかないといけませんね。バイバイチャンスに入れば500枚以上の獲得にはなるでしょう。この辺に3回目のハッピータイムはこれで2セット目が終了です。獲得枚数は496枚でした。結局交換枚数こちらです。最後は化け物語540枚の交換でした。いや投資が今日は2100枚なのでマイナス1560枚ですね。はい、というわけで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、おはようございます。今日は熊本県熊本市にやってきております。こちら司清水店さん、そして今日は整理券の方こちらになります。先ほど先着順の配布でしたが今日は10番目の入場ということで、狙ってる台は今日は矢字北道中期オス、こちらが最新台で導入されてますので設置は5台、おそらく座れるんじゃないかと思います。それではシータイム熊本実践行ってきます。おはようございます、よろしくお願いします。さてと、おはようございます、よろしくお願いします。どちらでしょうか。あったありました、ありましたあったあった、これいきます。これがですね、昨日2500枚以上吸い込んでますね。2500枚以上吸い込んでます。そりゃきつかったでしょう。昨日は2938ゲームで2500枚の吸い込み、よろしくお願いいたします。周期抽選の AT 機ですね。疑似ボーナス搭載となってますけど、結構ボーナス自体は重たい機種というイメージを持ってます。なので、まあ、初当たりのメインは AT になるかなと思います。よし、当てるぞ。180里が一周として周期抽選が行われている AT 機、まあ180ゲームはかからないと思いますけど、180里をゼロにするまでに何ゲーム要するかというところもポイントですね。今日初めての7
ラジオゲームスタートです。これが5回目のやじきた祭りですね。参ります。やじきた祭り開催。ここはチャンス。上乗せじゃい。ラリーゲームで上乗せ。さあラスト、ファッションチャンス突入は5回、獲得枚数401万円で、まあ今日1番の獲得枚数にはなってます。最後のチャンスね、ダメだったのかな。思ってるんですけど、こちらマックスタイプ4円パチンコのガロ金色になれ。もう朝からですねフル稼働で、やっぱり台の上のあの仮面というかお面というか顔、すごいインパクトですね。その隣がルパン三世ですけど、こちらもすごいですね。やばです。ティータイム。なんかいろいろ出ましたけどね。結局ワッシュチャンス一回も行きませんでした。強テリーもあって、なんか攻撃とかも出ましたけど。厳しい。それでは早速。そして各選手の準備も整い、レーススタート。今カッパ来ましたね。今カッパのカットイン入りました。さあこれカッパが残れば大きな上乗せに期待ができます。カッパが残れば頼む。よし、さあ持ち込みが今300枚ほどありますけど、これで今日初めてのリセットの突入です。そしてこのアッパレチャンスがカッパですね。あの北さんとかあかねちゃんとかは1ゲーム2ゲームで終わってましたけど、カッパはこれゲーム数決まってません。いきますわさび発見寿司カッパー、かわいい寿司カッパー。あのですね、ベルを聞いたら上乗せのチャンスです。わさび入りのネタを食べるとお茶が1個減ると、で5個なくなったら終了と、そういう上乗せ丼です。これでお茶が1個減ります。上乗せはしましたけどお茶は残り4個なので、わさびの時はベル以外を抜けばスルーしますので、ベルを引かないことをここは願います。できるんですけど、わさびが入ってるんで乗るけどお茶が減るというハンドゲームですね。これで終了か。終了です。ただ上乗せが大きいですよね。やっぱりカッパが勝利するとこういった感じで大きな上乗せに期待ができるというアッパレチャンスでした。2セット目、アマテラス降格中。今ハズレが続いたんですよね。で今降格中行きましたけど、結構ハズレを現役にここに行ってるような感じです。あとはアマテラス通り回れば、おそらく獲得枚数1000枚オーバーも見えてくると思います。来ましたよ強カットイン。ここはアマテラス通りの大チャンス、絶対揃えないかんとこです。あっと一角来ました。いやー、あと300枚ぐらいで投手部に追いつこうというところでしたので、ここでアマテラス降臨、気持ちいいもの見れましたね。いきます。さあアマテラス降臨ですね。まずこの時点でスーパーヤジキタボーナスが1個ついてきます。あとはナビストックの分だけボーナスがループするという、そういうゾーンです。いきます。
かったです。あ、待ってます。氷が見れて。こうやって赤7のナビが出ます。この時点でボーナスが確定ですね。テラス降臨です。さあ、AT 中初めてのボーナスです。ルーパーやじきたボーナス。これで AT 中1回目のボーナスが終了になります。アマテラス降臨はまだ続きますので、さらにボーナスチャンスです。己の運を試すのじゃ。これストックが1個しかなかったということなんですけど、2分の1当たればボーナス、外れたらアマテラス降臨が終了になります。これで2回目のボーナスですね。スーパーやってきたボーナス取り返すね。ここは大量ボーナスに返します。ダフルで来ましたね。スイカからこれは大きいですね。ボーナス数の直路線100、残りゲーム数がこれで180ゲームとなりました。さてこれで3回目のスーパーやじきたボーナスが終了になります。完全に投資分を追い越しました。己の運を試すのじゃ。ああ終わった。これで外してしまうと終了になります。アマテラス降臨ボーナスは3回でしたね。楽しみにしておる。ただその中での上乗せがありましたので、残りゲーム数210ゲームとなってます。やっぱりアマテラス降臨は楽しい時間でした。これで終了になります。獲得枚数は2149枚。ここ赤文字出てますね。赤文字じゃない、黄色文字ですけど、赤背景チャンスでしょう。3セット目のチャンスです。そして各選手の準備も整え、300の手、今グッド揃いですね。スタさんのアッパレチャンスでは最高の上乗せです。300ゲーム3セット目、すごいですね。300ゲームもある。もう一回アマテラス降臨見れるかもしれません。合計900ゲームを消化して3セット目が終了になります。わっしょいチャンスが38回というのもすごいですけど、まもなく4000枚というところまで行きましたね。交換枚数こちらになります。4095枚、1200枚の投資がありますので、プラス2895枚、大きなプラスになりましたね。はい、おはようございます。本日は熊本市司南高江店さんにやってまいりました。
今整理券の方は受け取ってきたんですけれども、セブンティーンです。響きがいいですよね。戻りたいな。17歳。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。今日も一発狙っていきましょうか。あー、どうしようどうしようとか言いながらもう決めてますけどね。今日リング行きます。リングです。呪いの7日間。さあ行きましょう。さあ行きました。87ゲーム。ここ当たるんじゃないですかね。当たりそうな気がします。タバコボーナス当選に期待してます。よかったです。それでは本日1回目のタバコボーナス参ります。問題はこっからっすね。 AT 字幕クラッシュをつかめるかどうか大事なボーナスになります。今貞子のカットインも入りました。成立役はチャンス目です。よし、これいきなり AT 当選のチャンス来ました。来ましたね。ボーナスは残り8ゲームというところ。よし、ちょっとびっくりましたけど、これで1回目のボーナスから呪縛なし確定となります。非常にいいスタートですね。今日は150枚から AT ゲットです。これで1回目の貞子ボーナスが終了になります。さあ、それでは1回目の AT 呪縛なしに参ります。かなり速い当たりでした。今フリーズしたかと思った第3停止押してなかっただけです。すいません。2セット目、残り5ゲーム。これこのタイミング、早い時間に超サダコアタック、ロングフリーズ発生です。これでまた今日大きなプラスになるかもしれません。いやー、やば。ダブルドロイで超サダコアタックがまず確定です。さあ、当時150枚からこれはすごいですね。さあ、まずはこれで50ゲームをゲットです。500ぐらい乗せたいですね。これで100ゲーム。150ゲーム目の上乗せになります。200ゲームゲットです。この間は600ゲ
ゲーム乗ってますからね。よし、まだまだ行くぜ。これで250ゲームです、ルアーの背は。250ゲーム大きな上手になりました。これで2セット目、残りゲーム数が254ゲームとなりました。いやー、上乗せ自体は超サナコアタックにしてはちょっと少なかったかなと思いますけど、それでも順当3枚の250乗せ、しかも投資が150枚ですので、いきなりこの AT で大きなプラスにはなります。あ、いきなり終了のピンチ、やば、これマジっすね、マジっすか。ここも倍々チャンス突入はありませんでした。ま
獲得枚数は300枚です、約。はい、実戦終了しました。交換枚数こちらですね、1120枚。一時2000枚以上の持ち込みがあったんですけれども、ちょっと減らしてしまいました。ただ今日は投資が150枚でしたので、プラスは970枚という結果で、熊本連戦勝利2連勝で終わることができました。ありがとうございました。